ヘリエ山荘にやってきました。今日はここで宿泊です。これはサウナのようですね。今日はですね、ここは本当はフランス料理らしいんですけれども、バーベキューに変更になったということで、多分あそこでバーベキューということですね。ヘリエ山荘、靴を脱いで上がるようです。出るんや。お世話になります。はい、この目も焦がしてるんで、お時間様。はい。部屋に入ってきましたけれども、普通にツインベッドルームで、そこにダイニングセットがあるような感じのお部屋で、我々の希望ではなかったので、今ちょっと交渉して変更してもらうようにお願いしております。そうよね。そう、もともとそれを予約してあったのに、なんか手違いでこんな部屋になっているようです。あそこにこう物が置けるので便利そうではありますが、コンセントは枕元になさそうですね。コンセントがないね。ここしかないね。あ、そこにありますね。2箇所しかないということですか。お世話になります。下に一つあるし、上に二つもセットしてあるんで、はい、使ってください。はい、こっちね。はい。ここにも書いてあります。Wi-Fi は強い電波が来てますので。あ、わかりました。パスワードが、ステイフォー。はい。はい、じゃあお世話になります。実はここのね、エアコンがちょっと調子悪くって、ストーブ持ってきておこうか。ああ寒いでしょ。寒いです。ちょっと、はい、ではこんな感じですね。残念ながら温水ではありませんね。はい、ロフトはこんな感じでお布団が2組に引かれてます。コンセントはないですね。 あります、1つあります。よかった。ないと私はもがるとこでした。あなたが上に寝ないといけないことになるとこでした。はい、こんな感じの部屋です。まあ、やっぱりスキー関係の人が泊まるせいですかね。荷物置き場がすごく広いね。はい、お風呂入ってきました。お風呂はですね、男女別に分かれてる大浴場の女風呂を我々夫婦のために、家族風呂として開放してくれました。とっても広いお風呂でした。ただですね、上が暑くて下が冷たいお風呂だったんですよね。おそらくこう
上どんどん蛇口から熱いお湯を出してたんで、冷たいお湯をずっとためっぱにしてて、我々が来るというので熱いのを入れてくれたんだと思うんですが、まあ、正直その冷たい方のお湯って一体いつからためてたんだっていうのがちょっとこう気になりましてですね、まあ、いまいちよろしくなかったかなという気はします。はい、でここ Wi-Fi がありましてですね、こんな感じです。まあ実用的ですね。動画もちゃんと見れそうな感じです。ここはスキー場でね、すぐそこにゲレンデが見えてますね。はい、あれがリフトですね。で、まあ、温泉ということだったんですけれども、道路が崩落したのと、温泉のなんか供給が止まったっていうことでここでは温泉入れなくなって、ですぐ先の温泉地にも行けないということで、道の駅まで戻ったら温泉があるっていうんですけれども、ここまで上がってですね、くねくね道をまた降りて往復するのかと思うと、ちょっと二の足を踏んでもう温泉は今日は諦めて、まあ明日もし立ち寄れるようだったら立ち寄るということで温泉券だけいただきました。ではお待ちかねのビールタイムです。スーパードライです。ありがとうございます。6時になりましたので夕食会場に向かいます。今日はフランス料理ではなくてですね、バーベキュー変更になったということですので、テラスでやるということですので寒いかもしれないので、はい、反転をそこにあるやつを借りていかないとめっちゃ寒いと思いますので、はい、柄がたくさんあります。はい、外へ出てきました。こんな感じで、これ準備してくれてるみたいですね。今日のバーベキューの献立はこれのようです。あ、実況中継いらっしゃいませ。はい、タレと毎度なんかお揚げが、そうそう、揚げがあるのが珍しいね。お揚げ大好きだから美味しそう。切ってないのこれ。ね、この辺豆腐と厚揚げが 名産なんですよ。おお、そうなんや。あの片豆腐とかね、明日の朝少し出ると思いますけど、カルシウムが高いんで、うん、多いんで、すぐ固まっちゃうとね、苦味以外でも。最初に出るのがアヒージョだそうです。まあ火入れて、で、パンも持ってきたんで、はい、蓋しますね、蓋。はい、キノコがたっぷりですね。うん、で、これでかいキノコはこの辺の特産品ですか、でかいナメコ。時節柄。そろそろ時期。はい、アヒージョやってますが、とりあえず生ビールを1個頼んでみました。じゃあお疲れ様です。はい、あ、おばあはソフトドリンクだそうです。で、さらにこのグリーンサラダとスープが出ました。で、厚揚げはこいつをつけて食べろということでした。スープは早速なんとジビエを出していただいた、これイノシシとイノシシとかシカは分かるけど、クマだそうです。うまー。でちょっと塩つけて飯あがる。はい、ありがとうございます。熱いうちにどっちが美味しい。はい、オーナーが今朝釣ってきていただいたイワナとヤマメです。お味見程度ですけど、はい、いい、ありがとうございます。おいとくございます。お熱いうちに塩焼きになってます。はい、めっちゃ貴重品です。いいですか。はい、まずいたく熱々の金沢の日本酒をかけて美味しさがガーッと出てますよ。2分待ってくださいね。はい、で食べる時に軽く押して、はい、食べる時に、ね、飲む時にね、はい、
あの、ね、あの身はねスカスカなんで全然美味しくないです。やっぱり全部出ちゃうわけね。まあ小ぶりですけど、まあ一国だな、ちょうど、ありがとう、ね、あと1分半ではやっちゃいます。辛っ、めちゃ辛口です。今日獲物はこれだそうです。でかいね、20センチクラスですか。22、23あるな、ね、すごいね、見事な形です。食べ頃ですね。いや、お見事でした、ね、完熟させた豆を使ってるんで、木の上で完熟させた豆を使って、さっき引いてる音がしておりました。いい、はい、ブラジルです。ブラジルだそうです。ちょうどぐらい、おばあが喜んで飲んでおります。あ、でもまた眠れなくなってしまう。おはようございます。今6時43分です。今からこの周囲を散歩しようと思います。あそこが露天風呂天領で、もともと温泉があった施設のようです。今はまるでお湯が出なくなっているそうです。で、これが泊まっているケリエ山荘ですね。で、あそこのスキー場のゲレンデまで歩いていこうと思います。おばあさん筋肉痛で悶絶しております。昨夜はあの大量の洗濯物で格闘しておりました。ほとんどおじいの洗濯物、はい、ほとんどおじいの洗濯物ですね。おじい汗っかきなもんで。大正大使680年、白山信仰の創始者だそうです。白山は日本三大霊山の一つですからね。いやー、ほんとね、温泉出ないっていうのは致命的だもんね。これがスキー場ですね。中級者ぐらいの斜度がありそうですね。いや、あそこ結構きついよね。なかなか面白そうなゲレンデです。はい、ちゃんとスキー場らしくレンタルショップもあります。一里の温泉、はい、これまあここは狭いんですが、奥にとてつもなくスキー場らしくとてつもなく広い駐車場があるようですね。で、あれがスキー場の建物のようです。あ、そうみたい。で、こう今のシーズンはそこをずっと電飾して、昨日あのブルーのライトが光ってましたね。はい、案内看板があります。現在地がセンターハウス IR というところですね。で、ゴンドラがこの先にあるようです。ヤッホーの丘、あっから加賀禅浄土で白山まで行くんや、うん、すごいよね。この辺りがこの、ああ、岩間温泉、はい、源泉あたりが崩れて、崩れたのよ。あ、で、これ中宮温泉、ここやかな、中宮温泉までも行けなくなったっ、うん、宿の温ちゃんが、はい、行っておりましたね。で、向こうから岐阜県側から来るのが有料というのが痛いよ。ああ、そうだね。こっちから行くと無料で温泉に行けたのに、
もう今は有料道路しかなくて、まあ、わざわざそこまでしか行けずに生き抜けられない道を行くかということですよね。一里の温泉は恋人の聖地になっているようです。はい、じゃあおじいとおばあであのハートのベンチに座りましょうか。あー、座らない方がいい。いや、やめとこ。びしょ濡れでした。残念でした。加賀禅浄土、岩間噴泉東軍とかで面白そう。ああ、そうやね、行けないんよね。いけない、中宮展示館。いや、残念です。中宮温泉の源泉に使って、あの十穀米、メインはコシヒカリとその玄米で、おしみが少しと、この辺のそばの実も入ってます。ちょっとあと、あの五穀米プラスアルファがで炊き上げてます。これで2人前今日ありますんで、はい、で、これでね、取って食べてみます。はいはい、で、食べ方がね、このままでも多分あの中国温泉すごい味があるんでいいんですけど、途中で塩入れたり生七味入れたり、これもともと信州安曇野の名産なんです。桃屋が出してるんやとか思って、うん、上手です。はい、で豆腐もね、片豆腐ちょっと食べ比べ、はい、ちっちゃいですけど、餃子にんにく味噌、地元の、それから今の生七味、それからフランスの海塩、あの食べ比べしてみてください。それとあとは、これはね、妹があのやっぱり四国ね、嫁いでるんで、あの四国サルミの醤油豆、あ、はいはいはい、うん、多分聞いたことあると思うんですけど、それたまに出してます。はい、はい、いただきます。じゃあお願いします。じゃあやっちゃいます。うん、食べ応えがあるね、うん、味が普通のおかゆのように単調じゃなくて、やっぱり五穀米、ね、うん、の変化が感じられますね。で、特に塩とかも何も入れてないんですけども、これだけで食べられるようなうまみが出てますね。はい、コーヒーいただきました。コロンビアベースのスペシャルブレンドだそうです。チョコレート効果がついてください。あ、苦い。これはちなみに甘みがあるでしょ。甘みがあってあまり酸味はないというやつですね。そうだね。